フォーダム大学ロースクールフォーダム大学ロースクール略称フォーダムローはニューヨーク州ニューヨークマンハッタンのリンカーンセンターにあるフォーダム大学のロースクールである1905年にイエズス会系のフォーダム大学により創立されたアメリカ国内及び海外の大学法学科卒業以上のものに受験資格が与えられる JDLLMJSD の 各学位を取得できる。2011年度の出願者数は全米10位であった。JD 過程は2020年3月に発表された2021年版 US News and World Report の全米ロースクールランキングで27位。LLM 過程は OAP LLM ランキングスコピーライトの2011ランキングスオブアメリカン LL 速メートルアスターブローで 全米6位にランクインしている。2019年版の QS ワールドユニバーシティランキングスによれば、ホーダム大学ロースクール全体の世界ランキングは101位から150位のランキング体にあり、ロースクールは2017年の世界大学学術ランキングで全世界19位にランクインしている。LLM 課程におけるコースは9選考あり、看板選考のバンキング コーポレートファイナンスロー専攻をはじめ、コーポレートコンプライアンス専攻、ファッションロー専攻、インターナショナルビジネストレードロー専攻、インテレクチュアル、プロパティインフォメーションテクノロジーロー専攻、インターナショナルディスピュートレゾリューション専攻、インターナショナルロージャスティス専攻、リアルエステートロー専攻、US ロー専攻がある。第一専攻を終了したときは、 第2選考を取るために第3学期も登録できる。卒業生の就職はアメリカの大手法律事務所への就職は8位である。ニューヨークのランキング3番目のロースクールで3校には交流協定があり、3校の学生はお互いの図書館を自由に利用することもできる。ありがとうございます。